ダニエル・カール、ダニエル・カール、1960年3月30日イは日本の翻訳家、実業家、タレント、株式会社、ドーマス社長、日本で活動するドイツ系アメリカ人である、英語指導主事助手や英語指導主事を経て翻訳家として活動する、さらに会社経営を手掛けるなど実業家としての顔も、もち、後に、 タレントとしても活動するようになった。また、山形弁研究家という肩書きも名乗っており、流暢な山形弁を話す、アメリカ人として人気を集めている、アメリカ合衆国カリフォルニア州モンロビア市出身。アメリカ人であった、彼が日本に興味を持ったきっかけは、消防士であった父と共に出かけた、ジャパニーズタウンや、小学生の時に出会った、 日系アメリカ人の少女に恋心を抱いたことであったとい、それからは独学で日本や日本語を学び、日本に対する知識や興味をより高めていった。ハイスクール入学後は交換留学生として奈良県五条市にある佐都市弁学園中学高等学校で1年間を過ごす。大学時代には再来日し大阪府平方市にある 関西外国語大学で4ヶ月間、その後京都府の二村院に2ヶ月ホームステイしている。その後さらに佐渡島で4ヶ月ほど分や人形遣いの弟子入りを果たし、その様子は日本の伝統に挑戦するアメリカ人学生としてテレビの取りも受けている。カリフォルニア州にあるパシフィック大学を卒業。大学卒業後は三度来日し、文部省英語指導指示助手として、 山形県に赴任する。中学校で3年間英語教育に従事し、その間に現地の同僚、主に中学校教師からその後のトレードマークとなる山形を教わり、マスター。その後山形県で英語指導主事女子として勤務する。同じ中学校で英語教師であった日本人の夫人、現在翻訳家となる女性と出会って2年の交際を経て結婚した。 三人の息子を設ける。その後、教員を退職し、東京でセールスマンを経て、翻訳、通訳サービス業務を行う会社を設立する。また会社経営をする一方で、そのキャラクターが受け、マルチタレントとしても活躍するようになった。カールの会社は、元々の業務である翻訳サービスだけでなく、カールのタレント業の事務所としても機能している。この事務所には、 作家の北方健三や自動車評論家の特大寺有ネらも所属していた。現在ではテレビに出演する際は山形弁が名演なために、場合によっては山形弁しか話せない印象を与えかねないキャラクターだが、実際には学生時代にホームステイの経験もあり、関西弁、佐渡弁などもマスターしており、当然標準語も話せる。 日本語以外に会話可能な外国語としては、自身のルーツがドイツに遡ることから、ドイツ語など、母語は英語である。共和党支持者である。しかし2016年11月に、同じドイツ系のドナルド・トランプが共和党候補として、大統領選に当選すると、その素質を辛辣に批判した。不妊を仲介してくれた大場が神妙な面持ちで、カール君。 日本語が通じないかもしれないんだと打ち明けられる。標準語でも方言でもかかってこいと言わんばかりに日本語に対する大きな心を持っていたが、それも山形弁との出会いで打ち砕かれることになる。初めて山形の地を踏んだ時は現地の老人の会話内容が全くわからず、間違えて電車を乗り過ごし、外国に来てしまったのではないか、と本気で思ったとのこと。 しかしながら、看板には、山形と、ひらがなで書いてあり、日本に、地続きの隣国もなければ、ひらがなを使う国は、日本以外にないからここは日本だろうと思い直した、そうである。しかし、話している言葉が日本語だとは思えないと非常に混乱したという。特に、んで始まる日本語は存在しないと幾度も、教わってきたので、現地人たちは何かにつけて、んだ、んだ、 を繰り返し言っていることが余計に混乱のもととなった。しかし逆にその驚きがダニエルの好奇心をくすぐり、彼をして山形弁に熱中せしめた。不妊教師として山形県内の各学校を回るうちに、山形県という地域内で同じ言葉でも、用法や意味が異なっていることに首をかしげ、方言と鉛の収集、及び学習、習得に熱中。あるきっかけで、 全国ネットの番組に出演することになるが、その時には山形弁しか喋れない身になっていた。ピッタン古か館で秋築城の郷里である、米沢市を旅行した時ゲスト出演。カールは得意の山形弁を披露したところ、あたし、この人何言ってるかわからないと、秋竹城に言われたことがある。同じ山形県内でも地域によって方言に違いがあるためとの説明がなされた。 山形弁は、山形での仕事以外ではあまり話さず、多くの場合、標準語を山形弁風アクセントで話す。同じく、日本でタレント活動をするアメリカ人弁護士、ケント・ギルバートと母語である英語を忘れないために、英会話の練習を共にしているという。テレビプロデューサーのデーブ・スペクターとは日本語でしか会話をしたことがなく、実際、 偶然アメリカの空港で出会った時は、お互い母国にいながら日本語で会話したというエピソードもある。英語は母語であり、成人するまで英語圏育ちであるため、当然、英語での会話も流暢にできるが、芸風からか、英語が話せなさそうな印象を持たれるようで、英語を話したら、母国語なのになぜ、すごーい。とか、英語お上手なんですね、とか言われますかっこ洗いなどと。 語るることがある当初、情報が錯綜し、震災を受けた日本の各自地体が混乱する中、主に東北に在住する在日外国人に向け、的確な情報を伝えるため、インターネット上の動画投稿サイト、YouTube に日本ニュースを英訳し、自身の言葉で伝えた。その後は、関東地方に在住する在日外国人に向け、同サイトにて同様に、 日本からのニュースソースを英訳して伝えた。その中で在日外国人が日本語のニュースではなく海外のニュースから日本の現状を把握していることを知るが海外の情報が非常に古代ヒステリックと表現なものになっていて正確性を欠いていると思いある程度震災から時間を経てからは YouTube にて海外メディアに向け情報の訂正と 古代な間違った情報をニュースとして流さないようにと訴える道を順次作成した。東日本大震災後には頑張っペ、オラの大好きな日本と題した講演会を四国電力株式会社にい浜支店で開催した。フォーラムエネルギーを考えるのメンバー、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。